なんかイベントが合ってるからやってみようと。これに最近ハマってるんだよね。このキッチンゲーム。こうやって運ぶんだけど、面白いのよこれが。あ、間違えた。何この頭の女性、いつも思ってるんだけど、不思議な髪の毛だよね。間違えた、クソ。やめて、やめてくれます？そういう紛らわしい頼み方やめて、マジで。女の子は好きだよね、こういうゲーム。絶対好きだと思う。今チョコレートハウスみたいなやつだけどさ、かわいい。今エピソード4のコンフィズリーゴードってとこ、どういう名前よねこれ。で、料理バトル、料理を提供して、あの、そういうイベント、宝箱がもらえるやつで、1位でこんなんがもらえるんか。私まあ8位だけど、これを進めていきたいのね。とりあえず進めて、あのストーリーもね、本当にいい、このゲーム。で、あの、料理のね、クッキングゲーム、キッチンゲームっていうの、クッキングゲームね、女の子ね、あの、好きだよね。で、これを話しながらやるっていうのが、あの、いかに難しいかっていう。そういうことになってくるんやけども。あ、持てないのね。このオーブンがね、新しく入ったんだけど、時間がかかるね、オーブンっていうの。このハートのこのチョコのやつ。ちょっと待ってくださいよ。ラグい、たまにラグくなるんよね、このゲーム。でもね、ほんと、CM も見なくていいしさ、なんかすごいいいのよ。で、今お外がさ、すごい金木犀の匂いでめっちゃ癒されるんやけど、マジでやばい金木犀。フルオーダーで終了いたしました。いい感じ。ストーリーがちょっとね、お見せしたい。どんな感じか。まあ特に言うことないんやけども、
コツとしましては、なんだろう、次に来るやつを頼んでから持っていくみたいな、そういうのがよろしいんでしょうかね。頼んでじゃないや、作ってから、うん、作るまでにやっぱどうしても時間がかかっちゃうから、今ご飯も炊いてるからすごい、ご飯の匂いと金木犀の匂いのミックス、なんか悪くない、いい感じ。このさ、3個一気に持ってった方がいいっていう、フルオーダーだからね。クリックしてもさ、クリックが効いてない時がある、これ。本当に。ギリギリセーフ。ストーリー来るかな。まだ来ない。来た来た来た、ストーリー、ほら。見て、こんな感じでリリアナちゃんがね、この花を2階に植えたら少ししおれてきちゃった、パトリックに見てもらえると思うって言ってるのね。ね、あーリリアナ、それって新品の鉢植えよね、そこについてるのは値段じゃないの、あ、値札じゃないの、だって、え、そうかしら。ねえ、もしパトリックと話したいなら変に訳を作らなくてもいいわよ、普通に話しかけたらいいじゃない。でもパパがいつも言ってたの、コンフィズリーお菓子でも人生でもたった一つステップを間違うだけで全てがダメになるって。お菓子のことはまだ全然だけど、人生についてなら私も少しは知ってるわ、失敗を恐れてじっとしてても何も起こらないわよ。おう、やる気エミリーちゃん、でもあなたみたいな人がどうしてあんな怠け者で子供っぽくて無責任な男に興味があるのかしら。うわー、嫌だー。エミリー、あなたの言う通りだわ、彼みたいな人に出会うことなんてめったにないし、私が、うん、ちょっと変わった子なんだね、このメガネの子。メガネ嫌いじゃないけど、うん、まあ誰でも一度ぐらいは恋の失敗をしておくべきかもね。だってこの話、さっきの話はあんまり良くなかったけど、あ、いいなっていう感じの時があるんだよね、本当に。